キチャンネル。しょっ。さあ金曜日です。総チェックということでオールスター前までにね、上位チームはどれだけ引き離されるのか、そして1位についていけるのか、B クラスのチームは頑張って A クラスと差を縮めながら A クラスに入れるのか、まあ勝負にの分かれ道。もうシーズンね、約半分ぐらいになってきましたから、まあそこでどうやってね、今のチーム状況を変えながら、好調を維持しながら、何か足りないピースのところは補いながら頑張れるかっていうね、ところになっておりますけども、まずはパリーグ。ロッテ対楽天。25日の試合、10対2でロッテの勝利ということで、楽天は交流戦優勝してから、交流戦明けが1勝1敗、1分けの中で、どこまでその好調を維持できるかっていうところで厳しいね、交流戦明けの戦い。10対2、ロッテは15安打というところで、ロッテ先発西野、5回3分の2、100球、4安打1三振、1球1デッドボール2失点。で、楽天先発内星龍、6回86球、9安打3三振、無四球5失点というところで、ロッテはね、初回、先頭岡がね、ツーベース、岡が調子。ね、でここでね、2番角中、しっかりね、ヘッドを返しながら、最低でも進塁打っていうところが、まあ、二遊間ね、飛んでいって、で、まあ、セカンドもね、いいプレーしたけども、リクエストの結果ね、ファースト、内野安打でセーフっていうね。でも、ああいうのもね、まあ、結果的に内野安打になったけども、しっかり進塁打を打とうとしてるね、打撃が素晴らしい。で、ワンダー三塁から高部がアウトになるけども、外がタイムリーヒットっていうところでね、しっかり2点先制。で、3回には、岡がセンター前で、2番角中ツーランホームラン。で、ここで終わらないで、ツーアウトから佐藤センター前の中村が、タイムリーツーベース。これで、ツープ3、1000本安打。中村翔吾ね、開幕、苦しい戦いになってきましたけども、最近ちょっとね、打撃が上がってきてるから、徐々にね、打率も上がってきてるかなっていうね。で、これで一気に5対0っていうね、もう序盤でね、ほぼほぼ試合を決めるっていうね。で、楽天は4回表ね、先頭村林のショートゴロ、友杉悪送球。で、ツーアウトになるけども、鈴木大地が、タイムリーっていうところで、友杉バッて。まあ、26日の試合もね、エラーあったけども、そういうこういう無駄な失点をね、減らしていきたい。で、6回にもね、鈴木大地のタイムリーっていうところで2点目取るけども、7回裏、ロッテはね、2アウトから、岡スリーベース、荻野タイムリー、高部タイムリー、外フォアボール、で、佐藤がタイムリー、中村タイムリーっていうところで、2アウトからフォアボールも挟んで、5者連続安打のね、一気に5得点で10対2勝負を決めるっていうね、本当にロッテ、強いのか弱いのか分からないっていうね、試合展開でしたけども、勝つのは大勝ち、負けるのは接戦で負ける、こういったところをね、こう、終盤ね、しっかりチームカラーとして払拭していければね、ちょ上にね、詰めていけるかなっていうね。で、26日の試合、4対1でロッテの勝ちっていうところで、この日ね、千葉テレビで解説言ってましたけども、ロッテ先発中森、5回3分の2、89球、5安打3三振、無四球1失点っていうね、中で、中森自身ね、前回の登板で、球数も多かったし、長いイニング投げれなかったんで、この試合はね、球数を少なく長いイニング投げたいっていうところの、本人のね、有言実行で、初回はなんと6球でね、3アウト。で、序盤からね、ストレートしっかり制球できて、ストライク先行で勝負。で、特にね、右バッター、左バッター問わず対角線のストレートっていうところの制球力強さも良かったし、カーブの抜け感もね、めちゃくちゃ良かったね。で、フォーク、スプリット系っていうところでカウントも取りながら、低めに戻せるっていう中で、制球もめちゃくちゃ良かったしね、いい球投げてて、非常にね、素晴らしいピッチングだったかなと。5回3分の2。まあ、前回とね、同じような、降板、イニングだったけども、しっかり89球とね、前回100球超えてたからね、球数も少なく5回3三振、無四球1失点っていうね、素晴らしいピッチング。で、吉井監督曰くね、次回は7回ぐらいをね、イメージして投げさそうかなっていうね、ところもありました。で、楽天先発岸ね、7回104球、8安打5三振、無四球4失点、ポランコ一人にやられるっていうね。ポランコが対戦成績、対岸に20打数10安打で、4、5本塁打っていうね、無類のこの相性の良さ。初回もね、絶好調岡がツーベースで、角中三振。ここで前日の進塁打ちゃんと打っとかなきゃいけないよね。で、その後ポランコがね、2球目のカーブをライトスタンドへツーランホームラン。で、3回にもね、先頭角中がレフト前ヒット。で、ノーアウト1塁からポランコが今度アウトコース高めのストレートをレフトスタンドへホームラン。2打席連続ツーランホームラン。まあ、岸もね、ヒット自体は、8安打打たれてんだけども、粘ってたからね、ポランコ一人にやられたかなと。で、まあ結果4対1だったけど、ロッテはね、この5回以降、1点でもね、取ってれば、もうちょっとね、楽な展開になったかなっていうところもあるけども、岸がね、中盤以降、ストレートもチェンジアップも一気に良くなってきてね、状態が安定したっていうところで追加点も取れなかったんだけども、岸としては7回投げて、ね、4失点、ポランコの2本塁打だけ、ちょっと痛かったね。で、楽天はね、なかなか攻撃もできなくて、5回にね、
先頭フランコがツーベース、左中間抜ける、で、黒川が、サードゴロ、ここやっぱりね進塁打最低でも打たなきゃいけない。この後ね、あの太田光がレフト前ヒット打ってワンアウト一三塁から小郷がね犠牲フライ打って1点取れたからいいけども、あそこはしっかり進塁打打って太田で1点取るっていうところをね、まあ、黒川もこの日ね、2軍で調子が良くて小深田の状態があんまり上がらないからね、1軍に上がってきてねいきなりスタメンだったけども、こう打てなくてもそういう細かいところもねやっぱちゃんとやっていかなきゃ、自分の役割っていうのはね2軍でポコポコポコこう自由に打ててるっていうところでは1軍ではないからね、そういった意味ではしっかりやっていかなきゃいけないんじゃないのかなっていうね。で、ロッテはねその後坂本、西村、鈴木、増田とねしっかり、リリーフが抑え切ってね4対1逃げ切り勝ち。で増田228セーブ、千葉ロッテマリーンズ、チームレコードとなるセーブね、記録ガッチ、ね泣いてたね、若い時は泣いてた時代からここまでね大きく成長したと思いますね、250セーブ向けて頑張れね。ということで現状はねロッテの連勝ね。で、あ、今日が試合ないからね、結局このカード、2勝0敗でロッテの勝ち越しになりました。楽天は交流戦優勝してからの、1勝1敗1分けで日本ハム戦、そしてロッテに2敗、合計1勝3敗1分けとね交流戦の流れをね一気に持ってこれね、ちょっと苦しいね交流戦明けの試合になりましたね。まあ、週末どうなるのかっていうね、ロッテはねいい感じで、交流戦明けねソフトバンクに、1分け2敗とね大きく負け越したけども、これで2勝2敗1分けと五分の戦いにね戻したっていうところは良かったんじゃないでしょうか。西武対日本ハム、25日の試合1対0で西武の住市勝利というところで、西武先発渡辺裕太郎5回3分の1、85球、5安打4三振、1四球無失点とグッピチョ。まあ、まっすぐカーブ、カットボール、スプリットっていうところで、まあ、主にはまっすぐカットだね。まっすぐカットを投げながら、まあ、スプリット。で、まあ、カーブでね、まあ、緩急をつけながらっていう投球で、まあ、まっすぐルもね、いい感じで腕振れて力もあったし、カットボールもその同じ軌道から曲げるっていうところではね、非常に、いい感じのね、ピッチングになったんじゃないでしょうか。その後ね、ヤン、ホンダ、松本、アブレイユとね、無安打で抑えながら、しっかりね、完封リレーっていうね。で、日本ハム先発金村、7回106球、7安打4三振、3四球、1失点と。まあ、初回の1失点だけだからね、攻められない。非常に素晴らしいピッチング。先頭ね、西武、鈴木翔平フォアボール。で、児玉がね、163ダブルプレーになるけども、まあ、こっから1点取ったのがね、良かったよね。だから児玉としてはここね、バントちゃんとやんなきゃいけないよね。こういうところだからね。その後点取れたからいいけどもね。で、その後2アウトから栗山がね、左中間へレフトツーベース。で、2アウト2塁から岸がね、先制のレフトへね、タイムリーツーベースを打って、1点先制。まあ、この1点だけだからね、よく児玉のバンドね、ダブルプレーになったのをね、その後流れを切らないで、ね、1点取れたのは大きかったね。で、まあ、その後はね、もう金村いいピッチングでね、まあ、このね、3回裏、ね、先頭源田が3ベース。で、この後ね、鈴木翔平サードゴロ、ね、で、児玉の打席で、スクイズね、まあ、空振りして、まあ、飛び出しアウトっていうね、こう、たっぱ、と、ね。まあ、こういったところでね、着実にね、取っていかなきゃいけないっていう中でね、取りきれないのも苦しいね、状況。まあ、なんとか踏ん張ってね、勝てたからよかったけども、まあ、日本ハムとしてはね、まあ、一番痛かったのはここだね。まあ、レイエスが一本出ないっていうところと、まあ、4回表ね、2アウトからマルティネスフォアボール、タミヤライト前ヒットで、2アウト1、3塁チャンスを作って、レイエスね、サードゴロっていうね。6回にもね、1アウトから水谷2ベース、で、マルティネスデッドボール、タミヤがフォアボールで、1アウト満塁でチャンス作って、レイエスが4、6、3ダブルプレーっていうね。これ点取れながらね、もったいない。あとはね、この5回、先頭福田がね、レフトへ2ベース。で、郡司がね、しっかり右打ちでね、進塁打打って、1アウト3塁からね、中島、ピッチャーゴロ。で、清宮三振。まあ、もう相手も警戒してるだろうけど、中島拓也でセーフティースクイズ、スクイズなどね、もう勝負打ってもね、よかったかなっていうところはあるけどもね、まあなんとか西武はね、しっかり踏ん張って、でも取れる時に取るね、もっと点取れる時もあった、バントしっかりやろうっていうね、ところでは、まあ勝った中でもね、反省点は多いんじゃないでしょうか。まあ1対0でね、西武の先勝です。西武対日本ハム26日の試合、2対2で引き分け、延長引き分けということで、日本ハム先発福島、6回94球、1安打3三振、3四球2失点、西武先発竹内、7回3分の2、109球、7安打4三振、2四球2失点というところで、序盤、両チーム、水合戦でございます。はい。日本ハム初回、先頭万波2ベース。で、ここでね、浅間が、セーフティーバンドを試みるんだけども、これバンドの構えするのも早かったし、ここはやっぱ、ねえ、やっぱセーフティー成功させちゃいけないと思うんだよね。この浅間がね、ファーストギリギリセーフになって、ここはちょっとね、サードのポジショニング、出足っていうところにね、
ちょっと、疑問符が残るかなっていうね、西武はねサード小玉っていうね、でここはセーフになって、でノーアウト一三塁から、水谷がねライトにタイムリーヒット1点先制で、マルティネスがねファーストフライで、これまあ大宮でね、県営大宮であったんであれだけども、ファーストね山村照明が入ったのかなっていうところでね、まあインフィールドフライね宣告されてたから、まあこのマルティネスのファーストフライ自体はアウトになったけども、それで、取れなかったことによって、セカンドランナーが三塁進塁で、ワンアウト一三塁からタミヤがね犠牲フライで2点目っていうところで、まあ正直この2点目はね取られることなかったかなと。で西武はね2回裏、岸山村連続フォアボールでノーアウト一塁で、ここで殿崎のサードゴロを郡司が後逸バッチ、これダブルプレー取れたからね、この打球と感じで言うと。でここで1点入って、ノーアウト一三塁から鈴木翔平の、セカンドゴロの間に、2点目同点っていうね、見透かして、まあ、お互いこの2点2点ずつでね終わったからね。まあ日本ハムで言うとランナーね、出すけども、やっぱ竹内もね良かったから、なかなかね、得点に結びつけずっていうところもあったけども、7回ね2アウト1塁から万波ね、空振り三振だったりとか、あと1本っていうね、ところでなかなか1本出ずね、だからまあ全体的に8本ヒット打ってるけども、まあなかなか苦しかったかなと。まあ12回もねノーアウト、じゃあ2アウト1塁ね、最後のチャンス水谷ね、三振っていうところで、ここはね、西武の本田がよく抑えたかなっていうところもあるけども、まあ西武もね運もなかったかなっていうところもあるけども、あと1本っていうね、まあ攻守に阻まれてっていう中もあるけども、やっぱ最大のビッグチャンスは10回ね、先頭長谷川フォアボール、そして隅田に送りバントを決めて、ワンアウト2塁から源田をね申告敬遠で、ワンアウト1塁から松原三振で、2アウト1塁から2番滝沢がレフト前ヒットなんだけども、セカンドランナー長谷川がねサードオーバーランしてタッチアウトっていうところで、三塁コーチャーにバッと、あんなに引っ張った後回らへんで、しかもねもう回すんだったら回す、回さないんだったら回さない、もう中途半端すぎる、まあ、逆に言うとあのレフト前ヒットでホーム帰ってこられへんで、絶対正直あのもうベースのところでストップストップだよね。だからこういうチャンスね逸するっていうね中で言うと、あのコーチャーちょっと信号壊れちゃったよね、赤になるのが遅すぎたよね、でこれで長谷川アウト、だからこれ長谷川はね攻められない、これはもう三塁コーチャーのね、責任で、12回もね2アウト1塁から松原がねレフトオーバー、レフトね磯端前守ってるね、いやこれさよならかっていうところでね、全力で後輩しながらねしっかり落下地点にも入ってね、最後は後ろに向かってダイビングキャッチ磯端クックね、これでまあ引き分けになったんだけども、スーパープレーだったね、一歩間違ったら今年ねトップ、まあ、いろいろあるからね、トップ10には絶対入るね、トップ1とは言いにくいけどトップ10にはなんか絶対入る、素晴らしい、プレーだったかなっていうね、まあ、その中でねこの試合、トレードでね西武に移籍してきた、1番ね松原1番に入ってライトで6打数ノーヒット、まあ、初期1打席目の、ね、セカンドライナーだったり最終回のそのね、レフトオーバーさよならなるかちょっとこう磯端ファインプレーだったりついてないね、ちょっと運がない、でもこういったところでしっかり1本打っとかないとチャンスも消えていっちゃうからね、そういった意味ではね1本打っときたかったっていうところはあるけどもね、まあバタバタして忙しかったかもわかんないけどもね、6タコは痛いね、運にも見放されたっていうところもあるけども、まあ、日本ハムはねなんとか引き分けに追い込んだ守備のねビッグプレーね、しっかりしてサードオーバーランもすぐタッチしたっていうところもね好きなく良かったしね、非常にね、大きな引き分けだったんじゃないでしょうか。まあ結果はね1勝1分けで西武の勝ち越し、ね、3戦目木曜日はこのカード試合はありません。オリックス対ソフトバンク25日の試合2対7でソフトバンクの勝利というところで、ソフトバンク先発有原8回115球4安打6三振2四球2失点というところで7勝3敗安定のピッチング、ね、オリックス先発ソタニ6回92球6安打4三振無四球3失点自身のエラーが一番痛い、中でソフトバンクはね、3回表、先制ワンアウトからね、広瀬がツーベース、そしてワンアウト2塁から佐藤がねセンターへタイムリーヒットで1点先制で、6回に、先頭シュートがセンター前ヒットで、2番今宮がね送りバントをきっちり決めるもピッチャーソダニがファーストへ悪送球、そしたら、ライト、森、バックアップにカバーに入ったところ、逆を突かれて、ダイビングでも取れずライトフェンスまでボールが点々と転がっていく中、今宮が一気にホームまで来て燃えろプロ野球であったバントホームラン、まあ、ホームランじゃないけどもねバントホームランになってしまって、2点目バッと
まあこれ、まあ、森もね仕方ない、逆疲れたからね結構大きく抜けて、あのライト守備側寄りのね、森は対角線のファールゾーンに入ってたけども、このフェアゾーン寄りに行ったから、まあ、逆疲れてね、あの取れなかったけども、まあ、だから仕方ないんだけど、まあ、唯一言ったらもうバントって決まってるんだから、球場にいたわけじゃないから映像の中でしか見切れなかったけども、行くまでに遅いよね、走りながら入ってるから、走りながら入って逆疲れた、だからもう今宮バントの構えしてたし、バントって分かってるんだから、もっとそっち寄りに、まあバスターとかもあるかも分かんないけどもね、行っとかなきゃいけなかったんちゃうかとは思うけども、まあ、あの感じで取れない、もうそもそも投げたやつが悪い、あんだろはちゃんと投げとかいけない、で3点ね、で、オリックスはね全部で5安打だから、こう7回裏に4安打打って2点取るの、ワンアウトからね、太田がライト前、西川ツーベースで、ワンアウトに3塁から紅林がレフトでタイムリーヒットで、森がライトでタイムリーヒットっていうところで2点で、5安打のうちの4本がこの回だから、もうほぼねもう完敗ですね。で、3対2とね1点差になるんだけども、ソフトバンクはね強い、7回裏2点取られた後、8回表にね、ピッチャー吉田から本田に代わって、栗原レフト前、山川アウトになるけども近藤フォアボールで、ワンアウト1塁から正木センタータイムリーヒット、甲斐がタイムリーツーベース、広瀬がタイムリーツーベースというところで一気に4点でダメ押しの引き離し、しかも取られた後にすぐ取りっていうね完璧な攻撃パターンで、初回はソフトバンク11安打7得点圧勝でございます。オリックスとしては5安打、そして7回だけが4安打で2点、もう完封なきまでに叩きつけられて、しかもこの 大ミスね、6回表のこれが痛かった、バッと、26日の試合、5対1でソフトバンクの勝利というところで、ソフトバンク先発大関8回18球4安打4三振1四球1失点というところで、まあ、うまくねカーブ緩い球を使いながら緩急もつけて、しっかりピッチングできたかなというところでクッピッチングね、でオリックス先発アズマ5回99球7打2三振2四球1デッドボール3失点というところで、初回ねソフトバンクは先制、ワンアウトからね今宮レフト前ヒットで、ワンアウト1塁から栗原がね、先制のツーランホームラン、クパティ、ね、しかしオリックスもね、1回の裏ツーアウトからね太田のレフトスタンドへホームランで、1点返して2対1、ここまでのね序盤は良かったけども、まあ、オリックスはね全体4安打です、4安打だからもうほぼ無抵抗です、攻撃できずっていうね。でソフトバンクはね、しっかり10安打っていうところで、ちょ山川がね状態上がんないっていうところはあるけども、まあ、7回まで、常にね、毎回ヒットが出ます、その中でねなかなか追加点取れなかったところ、6回表、先頭近藤フォアボール、柳町ライト前ヒットで、ノーアウト1、3塁から正木がね、レフトへタイムリーヒットっていうところで、まあ、3点目、これで1点大きかったね。でもその後ノーアウト1塁から広瀬がね送りバント失敗っていうところでバッと、ここ送りバントしっかり決めてね、打つだけじゃないからしっかり決めて8番なんだからね。でその後ねもう1点取って4対1くらいにするちょっともっと圧倒的だったけども、でもここはねそのソフトバンクの強さね、1点止まりになったけども7回表すぐにね、今宮フォアボール、そして、栗原がねタイムリーツーベース、山川セカンドフライでアウトになるけども近藤がセンターへタイムリーと2点取って一気に5点でダメ押しっていうね。で、ピッチャーはね、大関が8回まで投げてヘルナンデスが1回しっかり締めるっていうところでもう完勝でございます。打つべき人が打ってしっかり守る、オリックスとしては 2試合連続4安打、これちょっとね打てないのはね苦しいね、まあ、その中でどう立ち振る舞っていくか、3戦目あるんでね、3連敗なのかね、1勝オリックスが勝ち切るのか、勢いのままソフトバンク連勝していくのかね、全然負けないから1位2位とのゲーム差がどんどん引き離されていく、8月には優勝が決まりそうな雰囲気がありますというところで、ソフトバンク2試合連続完勝、3試合目どうなるのか、オリックス対ソフトバンク27日の試合3対1でオリックスの勝利というところで、まあ、オリックスはね3連敗しなくてもよかったなっていうね、ソフトバンクはね最終戦負けたけど2勝1敗で勝ち越しでしたけども、まあ、オリックス先発宮城ね久しぶりの登板っていうところで、いつ以来かな、前回投げたのが5月8日だから、まあ 約2ヶ月ぶりねの登板になりましたけども、5回85球2安打6三振1四球無失点、クピチ、ストレートもなんか力強さあったし変化球も良かったし、復帰登板だったけどもめちゃくちゃ良かったね。でソフトバンク先発東島6回99球10安打1三振1四球三振で粘って、初回の三振点だけだったからね痛かったよね。オリックスは初回ね福田、内安打で森友がねツーランホームランで、太田センター前ヒット、西川アウトになるけども紅林ヒットで、ワンアウト1、3塁、西野アウトになるけどもセリーノがタイムリーヒットで一気3点、ね、ここだけだったからね東山的にはね。でまあこのね鷲見さんでね、勝ったっていう形だけども、まあちょっとねソフトバンクは、まあソフトバンクここだね
2回の表ね、ワンアウトから近藤のセカンドゴロ、私がファンブレーラーで、正木がセンター前ヒット打ってワンアウト一三塁から甲斐セカンドライナー、広瀬セカンドフライだから、ここで1点でも返したらね、流れ、掴めてたかなっていうところはあるけども、さすがにね、強力打線の、ホークスでしたけども、まあ、宮城のね投球内容が素晴らしくて、まあ、得点ね結びつけず、まあ、やっとね8回に、小田島からね22試合連続無失点してたけども、まあ、23試合目新記録ならずっていうところで、まあ、小田島がね柳町にタイムリー、ツーベースを、打たれて、まあ、1点したけども、まあ、3対1でねそのまま逃げ切り勝ちっていうね、ところではオリックスがねなんとか逃げ切ったんじゃないのかなっていうね、宮城の後鈴木ペルトも小田島マチャとねなんとか踏ん張りながらチームで1失点ねソフトバンク打線を抑えたっていうところは最後ね、3連敗しなくて良かった試合展開だったんじゃないでしょうか。ソフトバンク的にはね東山踏ん張ったけどやっぱ初回のね3失点痛かったかなと。結果ね3対1でオリックスの勝利、カードはね2勝1敗ホークスの勝ち越しでした。DeNA 対巨人、25日の試合、3対2で巨人の勝利というところで、巨人先発山崎より8回106球、2安打3三振、1四球1失点、グッペッチ。しかも、勝利立て、グッペッチ。ねえ、もう完璧だったね、ピッチングで。で、DeNA 先発浜口、6回83球、4安打7三振、2四球1失点と、浜口もね、フォアボールも少なかったし、緩急つけながらね、粘り強いピッチングっていうところではね、非常に良かったんじゃないでしょうか。しかもね、あの、球数としてもね、6回83球だからね、非常に少なかったしね、浜口としてはいいピッチングになって、まあ、勝ち星つけてやりたかったけどね、なかなか追加点もなくね、山崎よりの好投の方がね、光ったのかなっていう中で、巨人はね、4回、先制っていうところでヘルナンデスフォアボール、そう岡本三振するけども、ワンアウト一塁から大将がね、ライトオーバーのタイムリーツーベースで一塁ランナーのヘルナンデスがしっかりホームまで帰ってきて1点先制。で、DeNA もね、5回裏、先頭牧がツーベース。で、筒香三振するけども、ワンアウト二塁から宮崎がね、センターへのタイムリーヒット。ちょっと筒香宮崎がね、なかなか当たりが出てない中でね、しっかりこの試合ね、宮崎がタイムリーって1点に追いついたのは良かったのかなと。で、その後もね、交錯状態続くけども、7回表ね、先頭岸田が、ピッチャーね、浜口から中川に変わったところ、三遊間を抜けるね、レフトへ、ヒット。で、門脇が、8番門脇が送りバントを決めて、9番山崎よりで勝負っていうね、まあ、いっぱいあるだろうけども、俺は中日で小田康平、ワンアウト一塁、ノーアウト一塁で小田康平が送りバントをして、川上憲伸さんに打たして勝負以来の衝撃っていうね。で、ワンアウト二塁になって山崎よりが変化球で、ね、うまく拾ってセンター前と。ね、これで勝ち越し。そして、9回にもね、ワンアウトから門脇がツーベースを打って、ワンアウト二塁から、ここでね、山崎よりさすがにここではね、もう代打長野っていうところで、まあ、球数も来てたっていうところもあるしね。で、長野がね、センターへのタイムリーヒットで3点目のダメ押しっていうね。で、9回裏にピッチャーね、山崎からバルドナードに代わって、代打桑原レフト前ヒット。で、山本がね、代打山本三振するけども、渡来レフト前ヒット。で、ワンアウト一塁からオースティンがね、レフトへタイムリーヒットで、で、しかもね、シゲロモがファンブルしてる間にランナーが進塁して、シゲロバッと。ワンアウト二三塁、3対2、1点差。で、4番牧、三振。5番筒香、レフトフライ、ゲームセット。ここで、まあ、もう牧、筒香がアウトだから DeNA 的には仕方ないけどもね、追いつきたかったね。でも DeNA5 安打だから、5安打のうち、5回に2安打、で、9回に3安打だから、まあ、5回と9回しかヒット出てないからね、しかも山崎よりがフォアボール1個だけだから、ほぼ攻撃してなくてね、シャットアウト、その中でも勝てるチャンスあったからね、そこで、ね、最後の勝負でっていうところでは、まあ、もったいないね、1本犠牲フライでもっていうところをね、よくバルドナードは踏ん張ったけどもね、まあ、山崎よりが投げて、山崎よりが打ってね、しっかりした、勝ち方、ジャイアンツとしてはこの1勝はね、大きかったんじゃないでしょうか。DeNA 対巨人、27日の試合5対4で DeNA のサヨナラ勝ちということで、新潟と、この27日の試合、このね DeNA 対ジャイアンツは2連戦になりましたから1勝1敗の5分っていうね、形で終わりましたけども、DeNA 先発スタイルはね、かなり久しぶり、3ヶ月ぶりぐらいのね登板、5回86球7安打4三振無四球1失点と非常にピチッね、右バッターのアウトコースのストレート、あとカットボールで、あのインコースのツーシーム系、非常にねコースにもしっかり投げてたし、制球も良かったし、精度も良かったんで、まあ、怪我明けっていうところでね、5回86球、好投してましたけども、まあ、交代になりましたけども、非常にね、次回登板も期待できる素晴らしいピッチングだったんじゃないでしょうか。で、巨人先発井上ね、4回66球、5安打4三振、無四球3失点。いや、良かったけどね、桑原と佐野にホームラン打たれちゃったけども、まあ、変化球が高めに浮いてね、でもストレートの質も良かったし、チェンジアップも良かったし、カーブの緩急もついてたし、まあ、ちょっと高めにね変化球がいったところを、まあ、一発で仕留められたっていうところはあるけども、
全体的に良かったけどね、ピッチング内容はね。結構ちょっと安倍監督は厳しめな発言だったけど、見てる方はそんな悪くないけどなっていうようなね感じでは見たけどもね。その中でね、2回表ジャイアンツは先制、大城がねライトスタンドで先制ホームラン、しかしね3回裏その高め抜いたカットボールをね桑原が、左中間のホームランで同点で、4回裏に、ワンアウト1塁から佐野がね高めに打ったスライダーをライトスタンドでツーランホームランで、5回にねこのオースのタイムリー4対1、もうこれでね正直俺はDeNA が勝ったかなと思ったけども、このねよくわからないのがね、5回ねこのオースの打席、打席ピッチャー赤星、ワンアウト、ツーアウト三塁ね、でここでね初球ストレートアウトコースにもう軽減かっていうぐらい外してストレートのボール投げるんだよ。で次カーブがワンパンツーボール、あこれはもう事実上軽減なんだなと、こんなことするぐらいだったら申告敬遠すればいいのにと思ったら、3球目カーブ甘めにストライク、えどういうこと。で次、アウトコースに明らかに投げた瞬間ボールになるストレート、あーもう敬遠なのかな。で3ボール1ストライクから、5球目のカットボール甘々のとこ投げて、センターへのセンター横ね宇宙間抜けるタイムリーツーベースになって、え何がしたい何がしたいマジでっていう、1球目のストレートなんな、初球打たれたら怒られるからただ外しただけなの大きめの、2球目カーブとしたん、勝負なん歩かせるん、いや全く意味分からへんっていう中で結局打たれて、俺はこれが決勝打になるんちゃうかと思ったけども、これはマジ本当よく分からなかったね、何がやりたいのか。普通こうなったら簡単に負けるんだけどね。その中でジャイアンツはね、8回の表ピッチャーねウィックが出てきて、先頭吉川がレフトツーベースで、ノーアウト2塁からヘルナンデスがセンター前タイムリーヒット、あタイムリーじゃなくて、まあ、ヒットになって、でセンター桑原がねちょっとポロンチョした間に、セカンドランナー吉川がホームインで、ノーアウト1塁で、岡本の打席インコースのスレートをかち上げてレフトへ打った瞬間のツーランホームランで一気に3点で同点っていうね。でその後ね、ウィックに代わって徳山ね、大城岸田立岡3者連続アウト、ここ良かったね徳山グッドリー。でも普通この流れね負けする流れだったけどね、10回の裏、ケラーからね宮崎が、サヨナラホームラン打ってね、まあ、その前の牧の時とかね2段モーションで最後カーブ投げて三振とか、もうちょっと宮崎に対しても2段モーションとか入れても良かったよね。まあそこをねカーブ思いっきり勝ち上げてねサヨナラ、まあ、展開的には巨人がね勝つような、展開だったけども、このね、9回表にも先頭課題がねレフト前ヒットで、増田がね代打送りバントを決めて、丸吉川ここで1本出なかったりっていうね、まあ、ここで1本出とけばっていうところはあったけどもね、でもしっかりねこの10回に、サヨナラで勝って、まあ、勝ちゲームだったからね、 DeNA としてはしっかりね1勝1敗の、5分の形でカードを得たっていうところもあるし、まあ、巨人としてはねあの勢いのままね勝ち越したかったっていうところはあるけどもね、まあ、この試合見れて、まあ、両先発も良かったしね、まあ、謎なのはあのオースティンの時の打席、まあ、本当に謎だった。まあ、でもきっちりね DeNA は勝ち越して1勝1敗の5分に持ち込めたのはね良かったんじゃないでしょうか。結果はね1勝1敗の5分でした。阪神対中日、25日の試合、1対0で中日の勝利というところで、中日先発小笠原、7回97球、5安打5三振、2四球無失点と、クペッチ。ね。で、阪神先発再起、雨でね、流れて、スライドで火曜日っていう中で、8回122球、6安打8三振、2四球1点、クペッチ。ね。この試合、日刊スポーツで評論書いてましたけども、まあ、最近もね、まっすぐ、で、カウント取りとかもスライダーをうまく使いながらね、勝負でフォークボールっていうね、いいピッチングだったけどもね、まあ、なかなか両チーム1点取れない中、8回表ね、2アウトから田中美希がね、ライト線、ポツンと落ちるね、で、点々と転がる中で、3ベース、で、2アウト2塁から板山がね、ライトへタイムリーヒット、この1点を守りきってね、中日が勝つんだけども、このね、評論にも書いたんだけどもね、この試合っていうところ俺が注目してたのが、週末のね、DeNA 戦。初球ね大瀬に打たれて、その前の清宮にも桐敷が初球打たれて、初球の入り方気をつけろって言ってんねやっていうね、ところで前回のね総チェックでも言ったけども、この試合ねピッチャーキャッチャーがね梅野だったけども、どういう風にね、やっていくのかなっていうところをね、見てる中で初めての、ね、ピンチがねワンアウト一塁4回表ワンアウト一塁でディカーソンっていうね、中で初球の入りねどうするのかなと思ったら、なんとね、初球フォークボールね、ど真ん中ね、でこれをねディカーソン見逃しで、ワンストライクになったからね次フォークボール低めに投げてボールで、次フォークボールファールになってワンボールツーストライクで、ストレート勝負球にいったけどボールになってツーボールツーストライクで、フォークボールいって見逃されてスリーボールツーストライク
で最後スライダーをキャッチャーフライっていうところで、まあ、初球でやっぱストライクを取ったっていうことがね、その後にね生きたかなと。で、ツーアウトになって一、二塁で福永で初球ストレートボールで、ボールになってくるとやっぱこれね、初球ストライクになってくると振らしに行こうと思って次投げる。で初球ボールになってくると、いや甘くいったら打たれるかもしれないからより厳しくってなって繊細になってくる。でここで才木が福永に対して初球ストレートボールで、2球目もストレートボールで、3球目スライダーボールで、4球目スライダー見逃しして、5球目のスライダーボールっていうところで甘く投げれないからっていうね、初球ボールを投げたことによってフォアボールで、続いてね、満塁から加藤拓磨、初球スライダーど真ん中ファール。だからこのね、中日的にはもっと楽な勝ち方したかったら、このね、ディカーソンの初球のフォークも振りに行かなきゃいけないし、加藤のこのスライダーも仕留めなきゃいけないよね。で、その後スライダー空振りでツーストライク追い込んで、フォークボール球、フォークボール球、ストレートボールっていうところでここ勝負に行ってね、まあ加藤もよく見逃したけども、で、最後ストレートストレートで空振り三振っていうね、やっぱり初球ストライクを取ったかによって勝ちに迎えたっていうね。で、8回。だから中日でもね、そんなそうそうチャンスがね、あるわけじゃなかったけども、8回もね、そのツーアウトから、田中美樹がスリーベース打ってね、で、板山とのね戦い、ツーアウト三塁っていうね、中で、初球がストレートインコースボール球になるね。で2球目のストレート見逃しで、3球目スライダーがライトバイヒットというところで、まあ、この試合鍵っていうとね、初球ストレート、初球ど真ん中でもストライクに投げると抑えて、初球ボールになると、フォアボールで打たれるっていうね、決勝タイムリーっていうところで悪い方向に向かう。これで、ね、初球の入りって本当難しいのよ。キャッチャーみんな考えること。でもやっぱり初球ストライク取ることによって、その後ね、バッターの打率もどんどん下がっていく。初球ボールになることによって、バッターの打率もどんどん上がっていく。だから DeNA のね、巨人の試合で言うとね、9回オースティンがタイムリー打ったんだけど、それ初球ボールになった2球目タイムリー打ったんだよ。まあ、前回でも言ったけども、初球は打率4割でもワンボールになると5割になっちゃうっていうね、ところもあるように、やっぱボールになるとなるっていうね。だからあとはね、厳しいとこね、注意していけって言ってもみんな注意してんのよね。その中で甘くなったりするっていうねところもあるけども、このね、初球ストライク取るかどうか問題はね、めちゃくちゃ大事なわけ、後ろのね。でもストライク投げるっていうことは打たれる可能性もあるし、正解はないけど、初球ボールから投げたら絶対押されるわけでもないし、初球ストライク投げると絶対打たれるわけでもないから、これね、正解がないのよ、ね、その中で結果論で言われてもね、困るっていうね、ところはあるけども、この試合で言うとね、初球ど真ん中でもストライクを投げた方が結果打たれないで、初球ボールから入っちゃうと悪い方向になっちゃうよっていうところになったからね、まあ、ここもね、どっちが正解間違いはないけどもね、この試合はそのテーマにね注目してみたっていうね、試合でしたけども、まあ、中日としてはね、板山阪神からね、移って中日に移ってきてね、育成から支配下になってね、いい形のね、決勝だグペテじゃないでしょうか。あと言い忘れてたけども、このね、25日の試合のね、阪神対中日戦、7回表ね、この先頭福永が、ヒット入れて、ノーアウト一塁から、ここ7番加藤、まあ、ここ送りバントやなってね、見てたけども、なんと初球からね、福永が盗塁して、まあ、これをね、梅野が、しっかり刺してアウトにしたっていうところはあるけども、まあ、ここでね、いろんな賛否あるかもわかんないけど、俺、これはね、作戦的にはね、良かったと思うよ。まあ、失敗しただけでね。だってまあ、相手が佐伯が投げてる、なかなか連打も出ない。しかも、この下位打線に行く、ここで福永で一発盗塁成功させて、加藤が送りバントを決めて、ワンアウト三塁で、ね、リューク、この試合、リュークね、一軍上がってきたんだけど、一番いい感じで振ってたよ。アウトになったけどもね、打撃の感じ、タイミングの取り方もね、めちゃくちゃ良かったから、そういった意味では、ここでね、リュークで、まあ、スクイズもあるし、外野フライもあるし、なんか、ギャンブルスタートもあるし、ワンアウト三塁にして1点取りに行こうっていうね、俺はこれ、加藤でね、バントするよりも、この福永の盗塁して、送りバントを決めて勝負っていうね、こう作戦はね、めちゃくちゃ良かったと思う。相手が才木っていうことを考えると、まあ、それがね、たまたまうまくいかなかっただけだから、それをね、あんな加藤のバントでよかったやろうとかっていう人いるけど、俺はそれはね、1ミリも思わない。この作戦はね、めっちゃ良かったけど、これはもうね、梅野がね、グッソ。梅野がね、めっちゃ良かっただけで、俺はこの作戦ね、良かったと思うけどもね、まあ皆さんがどう思うかはあれですけども。それで26日の試合ね、1対1の引き分けっていうところで、中日先発枠井、6、8、2、9、4安打5三振、1、9、1デッドボール、1失点と。ね、その後斎藤光輝、清水、松山、橋本、祖父江、マルチネスとしっかり抑えてね、で阪神先発大竹、7回88球7安打4三振1球1失点と、こちらもグッピッチね、石井、ゲラ、桐敷、岩崎、そしてウルシアだとね、その後もしっかりヒットも打たれながらもね、抑えてっていうところではね、なんとか踏ん張ったっていうね。で阪神はね、4回に先制、先頭森下デッドボールね、で、ここで大山ね、三振して森下もね、アウトになるけども、
ノーアウトがランナーなしから、前がライト前ヒット。で、佐藤がね、タイムリーツーベースで、1点先制。ね。しかし中日もね、6回表、先頭田中美希がライト前ヒット。板山がね、ダブルプレーになるけども、細川がね、ライトポールギリギリのところにね、同点ホームランっていうね。まあ、このね、まあ、1点ずつっていうところになったけども、まあ、中日としては先頭で初回ね、カリステセンター前、田中美希がライト前、ノーアウト一塁から板山送りバントを決めて細川フォアボール、このワンアウト満塁、ここでね、1点でも取ってればっていうところで、石川三振、福永ね、レフトフライでね、スリーアウトと、まあ1点取れず、まあそこからね、序盤ちょっと大竹もね、バタバタしたけども、その後はね、しっかり立て直しながら、緩急もつきながら、いつものピッチングでね、いい形で抑え切った。で7回表にもね、先頭福永センター前ヒット。宇佐美が送りバンドを決めて、2アウト3塁から代打中島。ね、セカンドゴロ。ここもね、1点取れず。ね。で、中日はね、9回にも2アウト2塁でね、チャンスを作るけども、代打大島がセカンドゴロと。ちょっとここはね、代打陣がね、不発っていうね。で、12回にもね、先頭福永ね、サードゴロ、サドデルがファンブルエラー。ね。代打ディカーソン三振するけども、山本ライト前、そして加藤がレフト前ヒット。で、ワンアウト満塁のビッグチャンス。しかもカリステ、これ一番いい打順、一番可能性ある中でね、漆原が最後ね、スリーボール、ツーストライクから、ね、スリーボール、ツーストライクから、インコースしっかり投げ切ったっていうね、このピッチングで、グッピッチ。ね、詰まらせて、6-4-3ダブルプレー、もうこれしかないっていうところのね、打ち取り方。素晴らしいピッチング。あれを最後ね、インコースね、投げ切れたのはね、大きいよ。正直ね。なかなかね、あそこでね、投げ切れなくて甘く入るっていうところもあるけども、インコースにね、しっきり投げ切れたっていうところは大きかったかなっていうね。で、阪神もね、なかなかね、チャンスなく、2回にね、大山レフト前ヒット。で、前が佐藤アウトになるけども、坂本フォアボール。で、2アウト1塁から小畑がね、ライト前ヒットを打つけども、ライト板山がね、ノーバウンドでホームへ好返球で、2塁ランナー大山タッチアウト。痛め。トータに渡ってね、あ、じゃあ攻守に渡って板山ね、素晴らしいし、ね、で、まあ、4回にね、1点取るけども、その後もね、なかなか、チャンスを出ずね、5回6回三者凡退、で7回にはね、エラーで出塁するけども、後続続かずっていうね、8回もね、三者凡退で抑えられて、9回ね、先頭森下デッドボールで大山アウトになるけども、前川がね、ライトへツーベースっていうところでね、ダイソー上田っていうところがね、ホーム帰ってくるかなっていうところで帰ってこれなくて、まああれはね、帰ってこれないのはね、仕方ない。まあワンアウトだったからね、あれツーアウトだったら回したかもしれないけども、ワンアウトだったからっていうね。で、しかもこれね、前川右京ね、スリーボールワンストライクからね、打って、宇宙界のツーベースになるんだけども、なんとこれが作戦が待てだったっていうね、岡田監督罰金やーっていうね、打ったからいいけどもっていうね、あれ、さよならになってたらどうなってたんやっていうね。サイン見逃しだけど、結果打つ。まあ、あるあるパターンだけどね、サイン見逃し。で、ここでね、サドデルを敬遠して、ワンアウト満塁っていうね、ところでもうこれ甲子園はね、さよならや、さよならやっていうね、ところになったけども、ね、初球ね、ストレート見逃し。これ痛かったよ。結局ね、空振り三振するんだけども、渡辺亮、直球破壊王子の異名を持って代打、初球ストレート、ね、見逃し。やっぱね、これ振らなきゃいけないよ。これやっぱ変化球だったらまだわかるけども、初球のストレート、しかもストレートが強いって言われてる、その中で初球ね、見逃して振り切れなかった。結果三振するんだけども、これを振れなかったのがね、一番痛かったかなと。ね。で、その後、小畑がね、初球のストレートをセンターフライに打ってね、さよなら取れずっていうね。あの初球ストレート、うまく振りに行ってたらヒットじゃなくても外野フライぐらい打てたやろっていうところはあるけどもね。で、阪神はね、10回にも2アウトからね、中野がタイムリーツーベース、代打豊田がね、内野安打。この内野安打もね、セカンドの田中美希はよく取ったように言うか。あれもしね、センターまで抜けてたら、2アウトだったから、中野が本塁突入してきてて、ひょっとしたらサヨナラだったかもわかんないところをね、取るだけならまだしもね、取ってそっからね、もう菊池張りのジャンピングスローでファーストね、セーフになったけども、素晴らしい。ね。で、2アウト1、3塁、大山ね、サードゴロで、サヨナラならず。ね、で11回もランナー出すけども後続続かずで12回もねライデル・マルチネス出てきて3人で抑え切ってねられて、フォア0点っていうねところでどちらもねもう1点が取れず1対1、まあ、その中ではね、まあ、いろんなね、中日側板山だったり田中美希だったりね攻守、もあったりとかね阪神だったらサインミスもありながらチャンスを拡大して直球が強くて勝負の切り札で代打出てきて初球見逃しこれ痛かったって佐々木は思いますけど皆さんどうですか、まあ、結果ね、1対1の引き分けっていうところでしたね。
21日の試合、阪神対中日、8対1で阪神の勝利ということで、このカード1勝1敗、1分けっていうね、ところでしたけども、阪神先発村上頌樹、8回3分の1、133球、8安打11奪三振、無四球1失点、グピチ。ね、もうちょっとで完封だったけどね。中日先発梅津、6回89球、5安打7三振、1四球3失点っていう中で、まあ、梅津も良かったけどね、頑張ったけども、ね、お互い得点がね、結びつかない中、7回裏、阪神はね、先頭中野がツーベース、そして、ノーアウト二塁から森下のピッチャーゴロを梅津が弾いて、でそれを三塁無理やり投げちゃってフィルダー勝率、まあもう終盤来てるからね、1点勝負だから分かるけども、これ1、2塁のフォースプレーだったら分かるけど、タッチプレーはもうファンブルした時点で無理やでね、あれファースト投げとけばねっていうところもあるけども、それをフィルダー勝率して、でノーアウト一三塁から大山がレフトへ先制タイムリーで、ノーアウト一塁から前川がねしっかりライトへ引っ張り込んでタイムリーツーベースで、佐藤がレフトでタイムリーヒットっていうところで一気に4点。で、8回裏にもね、ピッチャー田島から、島田がセンター前、中野ライト前ヒット、ノーアウト1塁から森下がタイムリーツーベース、で大山がフォアボールで歩いて、前川がタイムリーツーベースで、サトテルが犠牲フライで一気に4点、8対0。ね。で、中日は、9回にね、福永のタイムリーで1点は返すけども、まあ、ちょっと8点差はね、厳しかったかなっていうところで、まあ、阪神の勝利になったんだけども、まあ、この試合のね、面白かったのは5回裏ね、ワンアウトからサトテルからね、セカンドになってアウト。俺あれビデオ見たけどセーフちゃうん、あれセーフっぽくない、まあ、絶対セーフっていう映像がなかったのかな、なんかセーフに見えるけどね、完全にね。しかもね、岡田監督もちょっとね、まあ、サトテルお前もう仕方ねえなってリクエストしてアウトやないかみたいなね感じだったけど、なんかセーフのような感じしたけどね、まあ、仕方ないけどね、審判のねうまくかわしたかなっていうところもあったけどもね。でもしっかりね、阪神も終盤ね4点ずつ取って勝ったのは大きかったし、まあ、中日としてはね、俺問題点はこう初回やと思う。カリステ田中美希が連続ヒットでノーアウト1塁、俺ここね板山レフトフライになったんだけど、俺もここバンドやと思う。あのやっぱ相手が村上でしょ、やっぱ先制点絶対欲しいところで、もうここはバンドしてワンアウト2、3塁のチャンス作って細川でなんとか1点っていう策の方が、まあ、結果論になるけどもね、まあ、結果8点取られたら負けんだけども、俺はここ初回思い切ってね、まあ、板山前日持ってるっていうのもあるけども、バントでもよかったんちゃうかって俺思うけどね、まあ、結果論だけどね、ドラゴンズファンの皆さんどうですかっていうところはありますけどね、まあ、結局ね村上がしっかり投げて阪神がね、しっかりビッグイニング作って勝ち越したっていうところはね非常に大きかったかなと。まあ、で阪神もね、序盤ね、初回島田フォアボール、中野センター前ヒット、ノーアウト一三塁から森下三振、大山643ダブルプレーだからね、まあ、お互い初回の攻撃がねもうちょっとパンパンっていっとけばね、両チームもっとね楽な展開になったかなっていうところはあるけどもね、まあ、終盤集中打でね勝った阪神の素晴らしさが出たかなっていうね、まあ、結果ね8対1で阪神の勝利、カードはね1勝1敗5分の形でした。広島対ヤクルト、25日の試合、3対0で広島の勝利というところで、広島先発森下、9回91球、2安打4三振、無四球無失点、マダックス完封、ガペッチ、ね。ヤクルト先発高橋奎二、6回120球、9安打3三振、1四球3失点、しかし自責ゼロ、6回で120球はめちゃくちゃ多いけども、まあ、なんとか踏ん張ったけども、この6回裏、ね、先頭上本センター前ヒット、琴ノ若送りバントを決めて、堂林フォアボール。で、ワンアウト一塁から菊池をね、三振取って、ツーアウト一塁。で、ここでね、二股ね、ショートフライ。これでね、ピンチを作ったけども、0点で抑えると思いきや、これをね、ショート長岡が落球。ね。で、1点入って、でなおもツーアウト二三塁から、相澤のね、レフトタイムリーヒットで2点で一気に3点。ね。フライ取ってれば終わってたのに、もう長岡バッと。でこの3点だけだからね、これで負けだからね、ヤクルトはね全体的に2安打しか打ってないから仕方ないけども、まあ、唯一でいうとこの6回打ってね3点取られる前、先頭松本がライト前ヒット、高橋奎二送りバントを決めてワンアウト二塁から西川サードゴロ、丸山がね、ショートゴロで1点取れず、まあ、ここで1点取れてればっていうところはあったけども、これのみね。であとはねミスで負けるっていうね。で森下が完封、まあ、広島としてはね相手のミスをついて相澤ね頑張ってしっかりね3点取れたっていうところも大きかったし、ヤクルトとしたらミスで負けるっていうね痛い展開、そして、26日の試合、5対1で広島の勝利っていうところで、広島先発クリアで7回119、5安打4三振、1四球1失点とね非常に頑張って
ね、ヤクルト先発岡、4回3分の2、89、7安打4三振、1球5失点っていうところで、初回いきなりね、2点広島先制っていう中で、先頭秋山レフト前ヒットで、ノーアウト1塁から野間レフト前ヒット、ここランナー走ってランエンドヒットの形でしっかり秋山が3塁まで進塁で、ノーアウト1、3塁から上本がね、レフト前ヒットで、この時もしっかりね、ファーストランナー野間が走っててランエンドヒットになる形で無限1、3塁っていうね、でノーアウト1、3塁から小園がね、犠牲フライを打ってしっかりね、2点先制。ヤクルトはね、3回表にね、ワンアウトから西川のね、ショートゴロを矢野がね、ファーストへ悪送球。これ矢野何気にエラー多いよね、8個。まあその届かないところを届いちゃってエラーになる子もあるけども、まあ、俺の勝手な印象だけど、何気に簡単なやつをポロってするときね、あるかなっていうね。ここも1回ね、ポロってね、弾いて慌てて投げてね、ファーストへ悪送球になっちゃって、でワンアウト2塁になって青木はアウトになるけども、長岡がねライトへタイムリーヒットで1点っていうね、クリ的には自責点なしね。で4回裏、ワンアウトからね、坂倉がライトスタンドホームランを打って3点目。で5回の裏に、ワンアウトからね、秋山ツーベース、野間三振するけども、ツーアウト2塁から上本のレフトタイムリーツーベースで、ツーアウト2塁から小園のセカンドゴロを山田がファーストへ、これもねちょっとファンブルして慌てて投げてファーストへ悪送球っていうところで、これがタイムリーエラーで5点目、そして5対1になって、ヤクルトとしてはなすべなく6回三者凡退。7回はねランナー2人出すけども、ツーアウト1塁から代打川端がね、ライトフライね。8回9回はね連続で三者凡退で、なすすべなく5対1、2試合連続ミスが命取りの、試合展開になってきたかなっていうね、中でまあ前半的にはね、カープがね足を使いながら、進塁させて進塁させて犠牲フライでも1点取るっていうね、カープらしい戦い方で、まあミスでね1点 取られたけども、その後の坂倉のホームランね、流れ的には非常に大きかったし、まあ5回ね、ダメ押しの2点目になったところの、まあミスでっていうね、ヤクルトは2試合連続ミスがねタイムリーエラーになっちゃうっていうところは、もうちょっと引き締めていかないとね、ちょっともったいない試合。カープはね1位でね、しっかり今ね最下位のヤクルトに2連勝できたっていうのは非常にね大きなカードね、1、2戦目だったんじゃないでしょうか。その中でね、クリアね、そして森下ね、完璧なピッチング、先発の頑張りにね、野手の攻撃も応えた2試合になったんじゃないでしょうか。広島対ヤクルト、4対3で広島の、サヨナラ勝ちっていうところでね、水合戦っていうね、結局広島ね、このカード3連勝、グッゲーム、首位独走ね。その中でね、ヤクルトは初回、ワンアウトからね、山崎幸太郎レフト前ヒット、長岡ライト前ヒット、で、ワンアウト一三塁で、村上の、ショートフライ、サード、ショート、レフトでね、ちょうど間に上がる、フライだったけども、なんと小園が落球で1点先制。その後ね、よくワンアウト一塁から、ダブルプレーで取ったなっていうね、ところはあるけどもね、あとはね、バッと、これ取って普通に。またミスのお相手してるやん前日からっていうところで、広島戦パターンはね、6回3分の1、95球、6安打4三振、1四死球、3失点と、自責ゼロ。ね。ヤクルト先発石川、6回87球、3安打4三振、1四球、2失点、自責1っていうね、こちらもね。で、ヤクルトは1点先制。その後ね、1回裏、秋山、センター前ヒット。ノーアウト1塁から野間のピッチャーゴロを、石川がファンブルして、そこから握り直してセカンド慌てて投げたけども、セカンドへ悪送球。で、ノーアウト1、3塁から上本はセンターフライアウトになるけども、小園が犠牲フライ。小園のセカンドゴロの間にダブルプレー取れず、まあ、1点っていうね、ところでお互いミス合戦で1点ずつ分け合うっていうね。で、5回の裏、対石川ね、カモンにしてる菊池がレフトスタンドで勝ち越しのホームラン。で、このまま終わるかなと見せかけてね、7回裏、ワンアウトからね、竹岡のセカンドゴロをなんと菊池が飛んでる。バッと。どうしたん、これは菊池の衰えなのか何なのかっていうね、あんなミス見たことないぞっていうね。で、ワンアウト1塁からオスナがセンター前ヒット。で、ワンアウト1塁になって、松本がね、レフトへタイムリーツーベースで、ワンアウト2、3塁、なおも。で、ここで代打山田テスト、センターへの犠牲フライで、勝ち越しで3対2。一気に2点取って逆転。しかし、セカンドランナーの松本が、センターフライで3塁へタッチアップして、3塁アウト、バッと一歩間違ったら、本塁のオスナより先にアウトになってたで。あとこれ、あんな無駄にいかないで残ってたら、なおもね、2アウト2塁で1番の丸山っていうところでもう1点取れたかもわかんないのに、まああれはね、センター秋山からね、中継するなりサイドでね、カープの守備側はよくアウトにしたけどもね、攻撃側マジバッと、あのアウトはね、
本当にその後もう1点取れたかもわかんないのに、でもまあその後ね、まあ、3対1でそのまま勝つのかなと思ったらね、9回の裏ピッチャー田口が上がってね、先頭を呼ぶとかライト前ヒット、琴ノが送りバントを決めてワンアウト2塁から堂林が三振、ツーアウト2塁になって石井が13球目、粘ってフォアボール、グフォアボール、これは良かったね、めっちゃ粘って粘って粘ってカットしながらカットしながら粘ってフォアボールで、ツーアウト1塁からね、ファーストランナー石原に代わってダイソー大森、坂倉がレフトへ逆転のサヨナラツーベース、坂倉グッパッティング、だけどもレフト山崎幸太郎ね、突っ込んできてノーパン取れるかどうかで突っ込んできてダイビングで取れないで後ろに後逸してファーストランナーまで返してサヨナラっていうね、まあ多くの人はね、これはもうアグレッシブにいったんやから石川を勝たせたいと思ったんやろ、仕方ないって言うけども、これは仕方なくはありません。このね、ダイビングを選択したっていうのはもうそれは勝負だからね、俺は別にそれは間違いなかった、間違い、まあそれ選択したんだからね、まあそれはそれでいいと思うけど、それだったら取んなきゃいけないんだよね、チャレンジしました、できませんでした、仕方ない、それはないね、やっぱダイビングしたんだったら取らなきゃいけない、もしくは飛べなきゃいけない、前にファーストランナーを絶対返しちゃいけない、だからダイビングしました、取れませんでした、こいつ一番最悪なのよ、さよなら負けだからね、石川に勝ちをつかせたい、それはもう俺もやっぱ200勝してもらいたいからね、頑張ってほしいっていう思いはあるけども、チームが負けることが一番ダメだからね、そう考えるとダイビングの判断取れるかもって言ってダイビングを判断するのは俺は良かったと思うね、でも取れなかったらダメで、取れなかったとしても前にダイビングしても前に落とさなきゃいけない、それがこいつさよなら、これはねダメやと思う、俺は正直ね、そういった意味でもね、しっかりね、それはアウトにしなきゃ、アウトにできなくてもファーストランナーを返さないようにしなきゃっていうね、ところはしなきゃいけなかったんじゃないかなって、あれがねランナーが同点で三塁だったら俺はダイビング行くべきやと思う、もう取っても取れなくても勝負だからね、でもしくは、同点で、1、2塁でもう3ボール2ストライクで自動スタートで走ってるって言ったらダイビングしなきゃいけなかったと思うね、でも多分多くの人は仕方ないと思ってるかもわかんないけども、まあ仕方ないかもわかんないけども、もっとできることはあったんちゃうか、やっぱチームが負けた意味ないんちゃうかって思うよね、正直ね、まあアグレッシブさは良かったけどね、でもやっぱり飛びつくダイビングするって判断をしたんだったらやっぱ取らなきゃいけなかったよね、でもきっちりね広島はそれでサヨナラ勝ちになって結局ね3連勝だから広島としてはかなり大きな勝利になったんじゃないでしょうかというところでね、まあ、アドアが踏ん張ってその後ね、堀江、黒原、矢崎とねしっかりリリーフ踏ん張れたっていうところも良かったしね、まあ、ヤクルトとしてはあのままね勝ち切りたいところだったかなと、でもちょっとお互いミスが目立つね、まあ、雨も降ってたっていうのもあるけどもね、試合になったかなっていうところもあります、まあ、結果ね4対3カープのサヨナラ勝ち、なんとこのカードカープ3連勝でした。さあということでね、こう金曜日からのね、猛暑日以降、巨人対広島、広島の皆さん、もう巨人ね、まあ、一発だけ注意しよう。やっぱりヘルナンデス、岡本はいい感じで打ってるよ。そこ注意していこう。ね、巨人の皆さん、これ負け越したらやばいですよ。しっかりもう、欲を言えば、ね、このカード初戦の戸郷でしっかり勝って、立てね、されないように、カープにね、しっかり巨人として3連勝してね、勝っていきたい。なんとか、頑張って。ヤクルト対阪神。阪神の皆さん、ヤクルトね、まあ波あるね打線の、まあでも結局はオスナ、サンタナ、村上だから一発だけに注意していきましょう、ヤクルトの皆さん、タイガースちょっと勢い乗ってね来てるから打線ね活発化になってきてるからね、とにかく回の先頭をねしっかり抑えて、ビッグイニングね作られないようにしましょう、はい、中日対 DeNA、 中日の皆さん、 DeNA やっぱり打線熱いよ、渡辺はね今日の J スポーツオンデマンドに言ったけど、インコースどこまで攻めれるかが勝負ね、宮崎、牧もいるしね、状態上がってきてるからね、ちょっと打線はね気をつけていきましょう、はい、DeNA の皆さんはねなんとか高橋宏斗をねしっかり打ってリリーフ勝負にね持ち込まれないように早い回でね先制、していきましょう、はい、パリーグ日本ハム対ソフトバンク、日本ハムの皆さんね、先発ローテーションを変えてこうソフトバンクねガンガン行くしかない、ガンガン行ってね、ここしっかり勝ち越していきましょう、一人たりされちゃうよ、ソフトバンクの皆さんね、もう自分たちの野球できるかどうかです、頑張っていこう、はい、楽天対戦、楽天の皆さん、ここね交流戦優勝してからね、まあ1勝1敗1分け2敗で5分に来てるから、やっぱこの西武相手に負け越してたらね交流戦の貯金がなくなってきますよ、西武の皆さん、もう相手どの頃でないちゃんとした野球しよう、そしたら勝てますよ、ロッテとオリックス、ロッテの皆さん、まあ、オリックスねちょっと一発攻勢来てるし、まあ、先発ピッチャーいいからね、
ここね、しっかり打線好調なんでね、そこしっかり頑張っていきましょう。オリックス皆さん、ね、岡博美注意していこう。岡、これランダー出していくとね、やられちゃうよ。岡ですよ。岡博美注意していこう。さあ、ということで、ね、週末もね、楽しいプロ野球やっていきましょう。それでは皆さん、ソチェック終わりです。それではまた。